あ、こんにちは。なんかな、最近ずっと楽しいことばっかりやったんやけどな。公園で遊んだり、知らん生き物がいっぱいおったりして、毎日ワクワクしてて。でもな、最近な、なんかイライラすんねんな。ついこの間までは、飼い主に触られても気持ちよかったし、抱っこしてもらえてめっちゃ嬉しかったし、なんなら自分から触られに行ってたし。でもなんでなんやろ、最近めっちゃイライラすんねん。なんでかわからんねんけど、急にいろんなことにイライラすんねん。やのにあいつらめっちゃ触ってくんねん。抱っこもしようとしてくんねんけど、もうやめろや、ほんま。気持ち悪くてしゃあないわ。こっちが明らかに嫌がってんの分かってるやん。やのになんでくんねん。アホなんか、お前ら。ほんま空気読めや。いてこましたろか。あと、うちの家に変なの入れてくんなや。スースーマットってなんやねん。ほんで、どないしたらええねん、これ。こねてもこねても形変わらんし。てか、こねるって何やねん、意味わからんな、ほんま。あー、もうイライラする。このイライラを抑えるためにも、チャンネル登録と高評価よろしく。ほんで、コメントいっぱいちょうだい。多分コメント読んだらイライラ収まるから。まあ、知らんけど。